そうなんですね、はい、逆にでも大野投手からすると、はい、もう超憧れの方というか、そうですね、ミスタードラゴンズの立浪さんなので、はい、いつも球場で挨拶に行くときはドキドキしながら挨拶行ってますさっきもね、舞台の裏で挨拶してらっしゃいましたけど、はい、低かったですねいっぱい喋れよと、はい、言われました、はい、そうですよ、いやもう前回広島でねちょっと打たれて元気ないと思うので皆さんちょっと励ましてあげてくださいよろしくお願いしますでは解説をしてらしたんですよね、はい、解説してですね、ちょうど7時から放送が始まった時に5対0ですで、あの広島の視聴率は 31%、 名古屋は 5.2% 非常にあの辛いものがありました、そんな試合、立浪さんが解説してらしたってことはご存知でした？はい、あの試合前にベンチに立浪さんおられるのを見てたので、はい、なんとかいいピッチングをしていい解説をしていただこうと思ったんですけど、解説者中瀬の投球になってしまいましたなるほど。いやでもね、あの前半戦怪我にも苦しみましたし、とはいえそこから巻き返してますよね。小野投手いかがですか？いやもう力は十分にねあることを皆さんも分かると思いますけど、とにかく貯金をね10個ぐらいはもう必ずしてもらわないといけないピッチャーだと思いますから、はい、その辺をぜひ皆さんは期待していると思いますからね。はい、ドラゴンズ残り51試合です。小野投手あとね何回登板できるかちょっと分かりませんけども、ここから先の、まあ、数字的な目標ってどうですか？はい、まあ、現在5勝4敗ということでなんとか2桁勝利ということも目標にしているので、2桁勝利達成できれば今のままだと6つ貯金ですかねできることになるので、まあ、とりあえず1つも負けないように2桁勝利を挙げられるようにやっていきたいです。ぜひよろしくお願いします。はい、ここからはね、やっぱり貴重なツーショットということもあるので、できるだけお二人でラリーしていただくのがいいのかなと。大野投手、はい、憧れの尊敬する立浪さん横にいらっしゃるんですか？いや、憧れじゃないと思いますよ。あのやむを得ずそうやって言ってるだけであんまりそんなことないと思います。いや、めちゃめちゃ憧れてますよね。はい、小さい頃からテレビでずっと立浪さんのことを拝見していてですよね。大ファンでした。だって現役退かれてからも全然スタイルも変わらない、かっこいいと思いません？いつもスポルトを拝見してましたでもどうですか、やっぱり大先輩としてこうなんか個人的に聞いてみたいなってことあったりしませんか？あります。あ、じゃあちょっとね今ねあのたくさんの方いらっしゃいますけど一旦忘れてもらって、今2人きりの空間です。はい、個人的な質問をどうぞ。二塁打の打ち方を教えてほしい、まあ、バッティング結構ねすごくいいの で、で足が速いでしょ。はい、だからちょっとこう外野に飛べばツーベース打てると思うんですけど、はい、バッティングなんかこうもうちょっとタイミング取るのは早く、はい、すればもう少し前に飛ぶ確率が増えるかもしれないですね。こうちょっと構えてパッパッて打つピッチングと一緒でペーッとこう投げてしまうので、ちょっとゆったりと早めにテイクバックを取れば、はい、もう少しホームランも増えるのかなだってね、バルデス自分よりはるかにも体ね力ありますから、ボール飛んで当たり前だと思います。次の大野投手の打席大注目ですよねめちゃくちゃ指導早いかもしれないですよねあ、期待してます。はい、他にはないですか？なかなかない機会ですよ。そうですね、ちょっとやっぱ本当に目を合わせるのも恐縮なんですか？やっぱ、はい、あ、そうなんですね。じゃあ逆に立浪さんからなんか大野投手のこのねプレースタイル含め、まあ、なんか私生活みたいなものひょっとしたらご存知かもしれません。なんか疑問なことないですか？疑問は別にないんですけれどもでもこの間も広島ですごい初回いいボール投げていたんですよ。多分調子良かったと思うんです。ただあの1番バッターの田中という選手がすごく粘ってですね、結果的にレフトの方にヒットを打たれたんですけど、それでちょっと狂ったんじゃないかなというふうに。もう出花くじかれました、ね、最初2球空振りしてまっすぐをで今日まっすぐ行ってるなと自分の中で勘違いしたんですかね。それで行けると思ったらツーベース打たれてあれあれっていう間に
11点取られてました。まあでも当然ね、そういうこともあると思いますし、ただ大野投手には昔一つだけ自分がピッチャーじゃないんですけどアドバイスと言いましょうか、言ったことがありまして、もう少し狙いを定めて投げようよとね、投げるだけではなくてそこに投げるんだっていう、そのなんていうんですかね、意識をもうちょっと持てばっていうことを覚えてるかな。覚えてます。もうこの間の広島の途中から点を取られた時はもう全くそういう状況じゃなく、ただ投げてる状態になってたので、もう一回それを思い出して、はいね、狙いを定めて、弓矢をこうアーチェリーとかでも打つ選手ってすごくここで的を絞るでしょ。その感覚でちょっと次のピッチングを言ってもらいたいなと思いますが、どうでしょう。そうします。いやもう次のね、投球も打席もめちゃくちゃね楽しみなんですけども、じゃあね、ここから辰巳さん、後半戦の巻き返し、やっぱりね、試合数も限られてきて首位とは 14.5 ゲーム差は開いてしまったんですが、ここから先大野投手がチームのために何をしてほしいですか。いやもう投げる試合はまず全部勝つことです。全部勝つ、もうこれは絶対条件で、やはり打つ方と守る方、軸になる選手でピッチャーで言えば大野なんです。そうですよね、もう休みも頑張ってますけど、もうやっぱり大野が引っ張っていかないといけないんですよね。でピッチャー陣にこうやって軸ができると必ずローテーションの流れって良くなると思いますから、この大野のピッチングっていうのはここから後半戦すごく大切、それぐらいもう自覚を当然持ってると思いますけど、もう一回それを再認識してやってもらいたいなというふうに思いますね。なるほど。大野投手、じゃあこれ最後の質問になりますけども、はい、これあえて聞きますね。昨日ゲーム後平田選手がね、ああいうね動きがありました。我々ファンとしてはぐっと胸に熱いものが来ました。投手の中心として大野投手もいろいろ感じたことあるんじゃないですか。そうですね、まあ、叱咤激励っていうのはすごく、まあ、監督もおっしゃってるんですけど、そういう言葉は必要だと、はい、それで選手は、やる気になって見とけよと、そこでまた、力を発揮することもあるんですけど、まあ、少しずれてしまってたそのヤジっていうのがあったらしいので、そういうのは、まあ、あるかもしれないんですけど、まあ、それよりもその応援してくれる声援の方が選手の身になりますので、はい、まあ、難しいところではあるんですが、まあ、優しい声援をよろしくお願いします。そうですよね、選手の皆さんは一生懸命プレーしてますんで、今だからこそ何度も言いますけども、ドラゴンズの皆さん熱く応援していただきたいと思います。では限られた時間の中で本当ありがとうございました。はい、大きな拍手を送ってください。ドラゴンズ背番号22、ヘッドピッチャーエース大野雄大投手でした。ありがとうございました。